ついてきちまってとんだ目にあったぜ。やるじゃねえか、ボチ。かっこよかったぜ。あれはお前の勝ちだ。誇っていい。人に何を言われようが、お前のスタイルはあれでいいと思うぜ。兄弟喧嘩なんてバカらしい。あなたはボッチに王が務まると思うのですか。我々二人は代打に入れます。よって5対2で代打に決定します。ボッチが新国王にふさわしいと思う者は人差し指を上げなさい。ダイダ様のご命令か。私はボッジ様を王にする。ダイダ様、ご覚悟。ランキングか。あまりいい噂を聞かないな。1位になった王は神の宝物庫から好きなものを一つ頂戴できるとか。ボッジ様、どこへ。きっと親子ですね。ボッチ様、埋めてあげましょう。誰に頼まれて誰を殺しに来たんだ。答えなければ倍にした影の一族、元は某王国のお抱え暗殺団。一度主君を決めたら絶対に裏切らない。ところが突如王を殺そうとした挙句。なんだよ、俺とやりたいのか。兄上め、汚い戦い方しやがって。再起不能にしてやったぜ。おい、ドーマスは兄上に何を伝えたんだ。ボッジ君、あなた自身が見くびられることはこれから何万回とあります。その度に自分を疑い下を向くんですか。それと影君、安心なさい。ボッジ君の腕前は確かですから。それまで、ダイダ様の勝利。アピス、言いたいことは分かっている。すまないが分かってくれ。バカ者、すみませんで済むか。力を手に入れる手伝いをしてくれます。それをお飲みになればボッス様の力が手に入ります。世界最強の力がここからなのです。ダイダ様、私はあなたを守れますよ。守っていては拉致が開かん。かくなる上は。そして今はボス様、あなたは何をお考えか。来い。ボッジ、お前は最近裸で歩き回っているらしいな。どういうことだ。わしたち王族は民の拠り所でなくてはならない。追いはぎにあったのか、それともいじめられたか。お前の責任ではない。これは外部の何者かが手引きしているぞ。失われたはずの力を使ってな。おし、ボチ様のご恩は忘れていません。しかし同じように恩のあるベビン様も裏切れないのです。